本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。そしてインターネットライブをご視聴の皆様、お待たせいたしました。これより若さ生活ボディリカバリープレゼンツ桜ジェネシス2080一明け会見を始めさせていただきます。昨日の両国国技館には9882人の大観衆の中、素晴らしい盛り上がりとなりまして、インターネットライブでも世界中のファンの方々に観戦視聴していただきました。誠にありがとうございます。そして名イベントの IWGP ヘビー級選手権試合、第65代チャンピオン岡田和親対ニュージャパンカップ2018優勝者ザック・セイバージュニアの一戦は、岡田選手が勝利いたしまして、IWGP ヘビー級防衛記録を V11 に伸ばしていきました。そしてラストには同じ V11、IWGP ヘビー級の連続防衛記録を持った棚橋弘選手との V12 戦をつながる形で幕を閉じました。そこでですね、次期シリーズから始まりますレスリングドンタク2018各大会タイトルマッチが決定いたしましたので、口頭にてご説明させていただきます。まずは 4.23 後楽園ホール大会 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、チャレンジャーチーム高橋ひろむ武士対チャンピオンチームエル・デスペラード金丸義信、こちら2度目の防衛戦となります。そして 4.24 後楽園ホール大会 IWGP US ヘビー級選手権試合、チャレンジャーデビッド・フィンレー対チャンピオンジェイ・ホワイト、こちらジェイ・ホワイト選手2度目の防衛戦となります。続きまして 4.27 広島グリーンアリーナ大会ネバー無差別級選手権試合、チャンピオン後藤博樹対チャレンジャージュース・ロビンソン、こちらは後藤選手3度目の防衛戦となります。続きまして 4.29 グランメッセ熊本大会 IWGP タッグ選手権試合、チャンピオンチーム真田イービル対チャレンジャーチームデイビーボーイ・スミス・ジュニア・ランス・アーチャー KES となっております。こちらはチャンピオンチーム2度目の防衛戦です。そしてもう一つ IWGP インターコンチネンタル選手権試合、チャンピオン鈴木みのる対チャレンジャー内藤哲也の一戦です。こちらチャンピオンの鈴木みのる選手は2度目の防衛戦となります。そして続きましてこちらですね、5.3 福岡国際センターネバー無差別級6人タッグ選手権試合、チャンピオンチームタンガロア、タマトンガ、バッドラックパレ対チャレンジャーチームマーティースカル、ニック・ジャクソン、マット・ジャクソン、こちらはチャンピオンチーム4度目の防衛戦となります。そして 5.4 福岡国際センター大会 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオンウィル・オスプレイ対チャレンジャー櫛田、こちらチャンピオンのウィル・オスプレイ選手3度目の防衛戦となります。そして IWGP ヘビー級選手権試合、第65代チャンピオン岡田和親対チャレンジャー棚橋弘、こちら岡田和親選手12度目の防衛戦となります。以上となります。その他のカードの詳細につきましてはお手元の資料を参照してください。さあ、それでは昨日の両国で IWGP ヘビー級を V11 を達成、そして 5.4 福岡で V12 戦が決定いたしました、 IWGP ヘビー級チャンピオンレインメーカー岡田和親選手にご登壇していただきましょう。よいしょ。それでは岡田和親選手、防衛戦から一夜明けまして今の心境、そしてコメントの方などありましたらお願いいたします。ザック・セイバージュニア、本当にレベルの違う関節技の持ち主でした。本当に強い相手でしたし、ああいう選手と本当にいろんな選手と今回防衛戦を戦うことができて
いろんな国の選手だったり、まあ、そういうのが V11 つながっていると思いますし、まあ、次の相手、棚橋宏、まあ、本当にタイというのは僕の中で気持ちの悪いので、さっさと12に行かせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、ここから質疑応答の方に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。お願いします。まあ、今もお話ありましたけど、試合後、リング上に田中選手が現れて、まあ、挑戦表明した後に、まあ、書いてあるように、まあ、その呼び捨てという形で、まあ、ちょっとこう上からこう聞かれて、まあ、以前とは違うと思うんですけども、まあ、改めて今の田中宏、岡田選手にとってどんな存在に映っているのかをちょっと聞かせてください。まあ、つまらない相手だなと思いますよ。過去にやったことはもちろん認めてますけど、最近の田中宏というのはレスラーとして認めれない相手だなと思いますね。コンディションとかの面であったりどの辺だと思いますか？まあ、コンディションもそうですし、まあ、実力もじゃないですかね。まあ、強さっていう意味でもちょっとやっぱ落ちてきてるのかなと思いますし、まあ、それがなければやっぱこの戦いしてると思いますんでね。まあ、実力もコンディションも、まあ、全てがレベルが下がってきてるんじゃないかなと思いますね。まあ、あの田中選手は、まあ、今もキャッチフレーズはエースというふうに言われてますけど、岡田選手の中ではそのエースというこの田中選手を背負うという言葉についてはどういう？まあ、名乗りだけ名乗ってくれよっていう。別に僕もいいですよ、田中さんが新日本プロレスのエースどうぞ名乗ってください。別にそれは自分が言ってることだけだと思いますし、他の人がやっぱ田中宏エースだよねって思えるような存在なのっていう。エースはそんな試合休んだりもしないと思いますし、弱いエースなんていないと思いますんで、まあ、それでも恥ずかしくなく俺はエースだよって名乗りたいんであればご自由に名乗ってくださいっていう感じですね。ありがとうございます。他にご質問のある方はお願いいたします。どうぞ。前回の大会あのシリーズでですね、あの田中選手は久々に、まあ、ロベンタクとかで当たったと思うんですけども、久々にちょっと当たってみた感覚というのはどういう感じですか？まあ、棚橋宏だなっていう、そんとそれだけですね。まあ、もちろん懐かしい感じはしましたし、でも驚くこともなかったというか、昔と変わらない棚橋宏のまま復帰して、何かすごいスペシャルなものがあるわけでもなく、まあ、いつもの田中宏だなと思いましたね。話は変わるんですけど、まあ、ちょっとスタイルは少し違うんですけど、そのオスプレイ選手と、まあ、先月やられて、同じイギリスのマキノザク選手とやられたんですけど、イギリスの選手というのは、まあ、どうあの戦ってみてどういう感じの、岡田選手にとってはこうちょっとこうどうですか、どっちかっていうとやりやすいのか、それともちょっとやりづらいのか。まあ、そうですね、僕も、まあ、メキシコも行ってますし、アメリカも行って、まあ、新日本もやってますし、まあ、その3つの国のプロレスというのは分かるんですけど、まああいうイギリスだったりヨーロッパのスタイルっていうのは僕も全く分からないので、本当にあこんなプロレスがあるんだっていう、こんな返し方だったりこういう関節技があったりとか、そういうのはすごい戦って学べてるというか、もちろんびっくりもしますし、もちろんきついのだってたくさんある中で、いい経験だなっていうのは思いますね。そういう選手がいることによって、まあ、ベルトの価値も上がっていった。そうですね、まあ
イギリスでオスプレイにしてもザックにしてもすごい有名な選手なので、そういう選手と戦ってまたイギリスにも IWGP というのも岡田和親というのももっと届いたんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。他にご質問のある方お願いいたします。よろしいですか。あ、じゃあお願いします。はい、まあ、昨日あの、岡田選手のリング上で、まあ、V100 を、はい、もうあのその逃げたとかではなくて100を目指すというふうにおっしゃってました。で同時に、下道選手が最初出てきた時にもう強すぎて相手が見つからないということでした。まあ、もちろん次棚橋選手をクリアしてからという部分もあると思うんですけど、その今後その V100 を目指すにあたってこう挑戦者選びっていうのはどういうふうにやっていこうっていうのか、どうなんですかね。まあ昨日も出てきたのは棚橋だけでしたし、もうみんな分かってきてんじゃないのかなと。岡田には勝てないよと、まあ、その時はその時考えます。別に岡田対下道でも、あ、下道さんはリスペクトしてるんだと、下道さんでももちろん、下道さんをリスペクトしてないみたいな感じにまあ本当にその時は、まあでもそんなこと言ってもまあ次こそは俺がっていう選手は出てくると思いますし、まあちょっと気が早いかもしれないですけど、まあ昨日も G1 のシリーズカードが、カードじゃない、日程が発表されて、まあそういうとこでもまあいろんなやっぱ俺がっていう選手も出てくると思うんで、まあそれは気にせず V100 今1年10ヶ月ですかチャンピオンでいて、まだまだ先っすね、まあ楽しみながら、きついですけど楽しみながらやっていきたいと思ってます。まあ、その田中選手今回復活してから挑戦というと思うんですけども、どうですか、もう引導を渡したいとかそういうお気持ちっていうのはありますか。まあ引導を渡したいという気持ちはないですね。ただまあ田中さん自身が、あ、もう俺じゃないんだなって分かるんじゃないかなとは思いますね。ええ、そこは、うん、もう俺じゃねえんだな、俺の出番じゃねえんだなっていうのは感じる試合になるんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ他に、はい、どうぞ。すみません、まあ、さっき田中選手がだいぶレベルが下がったという話がありましたけれども、今の岡田選手と田中選手は何レベルぐらい違うんでしょうか、数字的に。数字ですか。まあ、田中宏氏がレベル50だとしたら、岡田和親は何ですかね難しい質問してすいません。ちょっと待ってください、すいません。難しい質問してすいません。いや、昨日のザック戦より難しかったですよ今のは。まあでもそれは田中宏氏自身が本当に、あ、もう岡田とのレベルが違うなというよりも、この IWGP のベルトに対してレベルが違うなと思うんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。
他はご質問ある方、お願いします。棚橋さんと、IWGP 戦やるのが2016年の東京ドーム以来だと思うんですけれども、はい、まあ、かなり前のことのようにも感じるんですけれども、あそこで一度棚橋さんという壁を越えたと岡田選手の中で、位置づけられている一戦だと思うんですけれども、そこから2年半ぐらいが経ってですね、もう一回棚橋さんと IWGP 戦をやるっていうのはどういう心境なんでしょうか。なんですかね、まあ、別に僕になんかやっと来たなとかそういうのは全くないですね。もちろん実力があればもっと早く戦ってたと思いますし、まあ、それが今の棚橋宏の強さというか実力なんじゃないかなと。ベルトにたどり着くまでに、まあ、約2年半かかってしまう選手なんじゃないかなと思いますね。田中選手の V12 を阻止したのが岡田選手で、岡田選手の V12 を阻止しに来ているのが田中選手っていうのは因縁感じますか。まあ、できるならやってみろよっていう感じですけどね。まあ、6年前ですね、あの時も誰も岡田が勝つと思わなかった状況だったと思うんですけど、まあ、今回も僕の中では、いや、もうお客さんがですね、棚橋絶対無理だよというような状態にまで前哨戦もありますし、しっかり追い込んで、でも棚橋宏 V12 阻止することはできません。ありがとうございます。他にご質問がある方はよろしいでしょうか。皆様ありがとうございます。それではこの後写真撮影に移りますけども、その前にここでインターネット中継を終了させていただきます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。